エンリケ・グラナドス。エンリケ・グラナドス・イ・カンピーニャ・グラナードスとも、1867年7月27日1916年3月24日は、スペイン近代音楽の作曲家、ピアニスト。7歳年長のイサーク・アルベニス、1860年1909年とともに、スペイン国民楽派の騎士として並び立つ存在である。 グラナドスは1867年7月27日、カタルーニャ地方のリエイダ、カスティーリャ5表記では、レリダに生まれた。父親カリクスとグロノドス・ワイアーミンテイロスは、キューバ出身の軍人、母親エンリケタ・コンピナデ・エレイラは、北スペインのサンタンデールの出身だった。音楽好きな家庭で幼い頃から学祭を表した、グラナドスは、はじめ土地の軍学隊指揮者から、 楽天一般を教わった。一家がバルセロナに引っ越すと、当地で、ホアンバウティスタプホール、1835年、1898年にピアノを支持した。同じクラスには、後にグラナドスと度々、デュオコンサートを催すことになるホアキン・マラッツ、1872年から1912年がいた。グラナドスは16歳で、リス・ウ高等音楽院。 バルセラナ音楽院のコンクールで主席を得た後、フェリペ・ペドレル、1841年から1922年に支持する。ペドレルからは、作曲を学び、とりわけ民族主義的な精神面で大きな影響を受けた。1887年、グラナドスは、パリ音楽院で学ぶために、パリに出るが、折り足く、チフスにかかったために入学できなかった。しかし、 同音楽学院の教授者ルルイコールウィルフリット・ドベリを1833年から1914年から2年間個人レッスンを受けることができた。グラナドスは1889年にバルセロナに戻るとグリーグのピアノ競争曲グリーグでピアニストとしてデビューした。その後演奏活動と共に作曲にも注力し、1892年25歳で 全十二曲のスペイン部曲集に着手。1900年完成。この曲集はグラナドスの出世作となり、広く注目を集めた。また、同百8 9 2年にアンパロガルと恋愛の末結婚している。1898年、31歳でオペラマリアデルカルメンをマドリードで上演、成功を収める。1904年には、 マドリード音楽院が主催した音楽コンクールに、競争的アレグロで応募して優勝した。ちなみにこの時、マヌエル・デファーリアも、同名曲で応募し、審査員賞を受賞している。グラナドスは、ピアニストとして、ウジェ・ヌイザイ、1858年から1931年、マチュークリック・ボーム、1871年から1947年、ジャック・ティボー、 1880年から1953年、ラのバイオリニスト、カミーユサンイコール・サームス。1832年から1921年、エドアル・リスラー。1873年から1929年、ラのピアニストたちと共演した。特に、1909年からは、クリックボーム始終相談、VN ・マチュー・クリックボーム、ホセロ・カブルーナ、VA ・ラファエル・ガルベス。 VC パブロ・カザルスと共に、スペイン各地を演奏して回っている。1914年には、サルプレイエルで自作演奏会を模して、絶賛を浴び、フッツ西文化交流に貢献したとして、レジオンドヌール勲章を受賞した。ピアノ演奏と作曲に加えて、グラナドスは、リセウ高等音楽院、バルセロナ音楽院での教育活動を、並行してこなした。 1901年にはアカデミアグラナドスを設立し、フランク・マーシャル、1883年から1959年らのピアニストや作曲家を育てた。マーシャルはグラナドスの死後にアカデミアを引き継ぎ、その文化からはアリシア・デラ・ローチャ、1923年から2009年、ヤローサ・サバデア、1929年、 から1983年らの名手が排出した。グラナドスは1911年に作曲したピアノ組曲、コイエスカスを二幕もの,のオペラに改作し、パリで初演しようとした。しかし、第一次世界大戦の勃発によって断念する。そこへ、アメリカのメトロポリタン歌劇場からニューヨークで、オペラ、コイエスカスを初演したいとの申し出があり、夫妻での劣跡を求められた。 船旅が嫌いなグラナドスはためらった末に、これを受け、1916年1月、ニューヨークでの初演は大成功となった。ウィルソン大統領の招きにより、ホワイトハウスで演奏会を開くことになったグラナドスは、予定していたスペインへの直行便をキャンセルして、アメリカ滞在を延長したが、これが結果的に運命を分けた。3月に入って、 グラナドス夫妻はキロにつき、彼らが乗船したサセックスは、ロンドン経由で、英仏海峡を渡航中、3月24日に、ドイツ潜水艦による、魚雷攻撃を受け、夫妻はその犠牲となった。この時、グラナドスは一旦救命ボートに救い上げられようと、したが、波間に沈もうとする妻、アンパロの姿を見て、再び海中に身を投じ、二人はもつれ合うように暗らい、波間に消えたという。 48歳と8ヶ月だった。グラナドスの音楽は、ロマン主義と民族主義の二つの側面を持っている。生来非常なロマンティストであったグラナドスは、シューマン、ショパン、クリーグラロマン主義の音楽に強い影響を受けている。また、印象派的な傾向ではドビュッシーからの影響も見られる。その一方で、グラナドスの作品は、雰囲気と旋律の技術的な点で、 本質的にスペイン的である。その音楽がスペインのイメージを呼びそます点において、グラナドスはアルベニスにマッサルとも劣らない繊細な色彩家である。ただし、この両者の比較で言えば、情熱的なアルベニスがグラナダに代表される海峡的スペインだとすれば、グラナドスの洗練された処方はより北方のマドリード、それも18世紀の域で、 空襲精神旺盛なスペインということができる。アルベニスはグラナドスについて次のように語っている。このようなグラナドスの特徴はスペイン部曲集など初期のピアノ作品からすでに見られ、ロマンティックな要素とスペイン的要素が微妙に織り混ぜられながら独特な好期を放っている。演熟期に至るとこれがさらに開花し、歌曲集とナぎりゃス。 1912年や代表作となったゴイエスカスにおいてグラナドスはテーマ体系と民族的リズムの精神のみを用いながら普遍的な響きを持つ表現に達している。グラナドスが本領としたピアノ音楽では初期の出世作スペイン部曲集と後期の代表作ゴイエスカスがまず挙げられる。 グラナドスの作風は民族色とロマンティシズムの色彩が相カバしているが、コイエスカス以前の作品においてはこの二つの要素のどちらかが顕著に現れることが多い。例えば、スペイン部局集やスペイン民謡による六つの商品などは、前者、ロマンティックな情景、詩的なワルツ集、演奏会用アレグロなどは後者に当たっている。スペイン部局集では、 作曲者が持って生まれたスペイン的な感性と独創性とが鮮やかに両立している。民謡や舞曲を直接取り入れてはいないにもかかわらず、ほとんど全ての主題、全てのフレーズがスペインを実感させる。特に第5曲、アンダルーサは演奏機会が多く、様々な編曲もされている。フランスの作曲家、ジュール・マスネは、スペイン舞曲集の楽譜の写しをグラナドスから受け取った。 最、作曲者を、スペインのグリーグと呼んで称賛した。ゴイエスカスは、グラナドスの演熟期の最高傑作として名高い。ここでは、戦慄線が複雑かつ高度に組み合わされ、深い陰影と美観に彩られている。スペインの民族色とグラナドス固有の夢の色が、絶妙に溶け合い、月の短足にも似た哀愁と陶水感は他に類を、皆。なお、 私的なワルツ集やゆっくりした部曲はグラナドス自身による演奏が自動ピアノへの録音として残されている。グラナドスにとって歌曲はピアノ曲に次いで重要な分野となった。歌曲集トナディーラス全十二曲1912年愛の歌曲集全七曲1914年の二つの連作はファリャと並んでスペイン歌曲の最高峰とされる。 ピアノ組曲からの編曲である、ゴイエスカスのほか、中期の佳作、マリア・デル・カルメン、カタルーニャ語の台本による、サルスエラ、ジョジョー歌劇があるが、これらは今日ほとんど帰り見られておらず、再評価の機会が待たれる。管弦楽曲としては、公共誌、ダンテ、室内楽曲には、ピアノ三重奏曲やピアノ五重奏曲、友人ジ,ジャックティボーに検定された、バイオリン・ソナタなどがあり、 友人たちとの共演を好んだ、グラナドスの一面を忍ばせる。グラナドスの弟子の一人で、アンドレス・セゴビア、1893年から1987年、と結婚したパキータ・マドリゲーラは、死の要望について、アラビア人と天使の愛のこと表現している。グラナドスは大きな目を半ば閉じ加減にして、夢見るような欲揚で話した。口数は少なかったが、 友人や家族など打ち解けた場ではよく軽口を叩いて笑わせたという。グラナドスは穏やかな性格だったが、船に乗ることが大嫌いだった。演奏会のためにマジョルカ島に船で渡った際、グラナドスは船室に閉じこもって時計を睨んで過ごし、バルセロナに戻った時にはもう二度と船には乗らないと友人たちに宣言したという。グラナドスと妻アンパロとの間には、 男女三人ずつ六人の子供が生まれた。このうち、長男エドゥアルド、八百九十四年から九百二十八年は、作曲に才能を示し、二十三作のサルスエラを、作曲したが、三十三歳で溶接した。グラナドス家の書生だったホセアルテートは、グラナドスが町で、ミすぼらしい人物から施しを壊れ、家族が向こう一週間食べていくためのアリガネをすべて、 渡してしまったというエピソードを称している。1956年にグラナドス伝を表したエーフェルナンデス嫉妬に対して、ある程度は自身が孤児だったところをグラナドスの家に迎えられ、家族同様に扱われた体験を老齢になってもなお、感動に頬を染めて語ったという。作曲時は一旦霊感に取り憑かれるとすべてを忘れて没頭した。外出して、 不当感だ学装を着ていたシャツの左手の袖口に黒々と書きつけて帰宅したり、レッスン中に突然夢中になってピアノを弾き始め生徒を驚かせたりした。グラナドスの皇帝フランク・マーシャルによるとバルセロナで新作のピアノ曲を披露した時、グラナドスの演奏が目の前の手書き譜と一致しなくなり、踏めくりを務めていたマーシャルは倒惑して動きが取れなくなった。 やがてグラナドスが書かれた音符に戻ってきたので、ようやくマーシャルはページをめくることができた。何も知らない聴衆の盛んな拍手に送られて、退場したグラナドスに、マーシャルが、いや、びっくりしました。と告げたところ、グラナドスは、ほう、そうだったかね。と、人ごとのように微笑したという。友人のチェリスト、パブロカザルス、1876年から1973年、 バ・グラナドスについて次のように述べている。近年まで記事リエイラの広場にささやかな記念プレートがある他にはグラナドスの名を冠した建造物はなかった。しかし1995年にリエイラに私立音楽ホールエンリケグラナドス音楽堂がオープンしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。